前回のポケモン対戦動画狙うのちゃうよ。こうちゃんに勝利したうららはこうちゃんから御三家を奪うことに成功。ものになりました。そして2週間後にまた再戦することを約束したのであった。ポケモンのトレーニングと筋肉のトレーニングをしていました。負けてから2週間あの日のことが忘れられずに朝も起きられませんでした。でも今回は必ず勝ちます。私ですね、最近ぎっくり腰になってずっとベッドの上で寝たきりでした。まあ部屋にいる時は動画編集とかしていたのでポケモンはあまりできてないんですよね。でも全くやってないわけじゃないので、今回もこうちゃんに勝って今回は未来道を奪ってやろうかなと思います。俺が勝って奪われた御三家返してもらって、さらにたっくんの御三家も奪ってやるし。あ、負けたら私は2匹奪われるんですか。まあいいですよ、私負けないんで。おい、そろそろぶっ殺すぞ。なんだてめえクソガリが。てめえがなんでクソじじい。誰に向かってその口聞いてんだおい。おめえだよ。はい、じゃあスイッチ没収。あ、嘘です、ごめんなさい。まあ今回もボコボコにしてやるよ。今回こそ勝ちたいので皆さん応援よろしくお願いします。高評価もポチッとしてね。さあ、ほうちゃん。はい。2週間ぶりのリマッチ、イエーイ。ほうちゃん2週間鍛えてきたやろ。うん。で、今回もね、相手のポケモンがわからないようにパソコンの画面でこうやって隠しています、お互いに。はい。本当に強くなったのかな。強くなったよ。本当かな。本当だよ。さあ、相手のポケモンが何がいるか全くわかりません、この状態。俺もわからん。さあ、始まりました。あ、いい。オッケー、やりましょう。よし、お願いします。お願いします。受かるのかな、あったか。おお。さあ、いけ。中国版のニーフィア。え初手からこうちゃんの繊維を損失させようと思ってな。いいよ。誰かこれもらったんじゃないそれ。あ、これね、もらったもらったけど、40何レベルぐらいで、不思議な雨とかで100レベルまでしました。知らないのかい？今日からリザードンのやつが始まったの。今日から？今日からイベントのリザードンを捕まえるために、うん、ニーフィアがいいらしいんよ。そう。なんかよくわからないけど、中国産のニーフィアや。あら、待って、気づいたらもう一人死んでますやん。あれやばいですやん、ほんまに。ほんまやばいですやん。あれあら、もう2匹死にましたやん。最悪ですやん。え、待って、こうちゃん。え、俺、雑魚すぎ。くそー、こういう予想じゃなかったのに。あ、もうちょっとザッくんが弱い予想やったのにな。うわ、効果抜群だ。あ、そっちの方が早いか。耐えろ。シャキン。うわっ、耐えた。マジか、終わっただ。あれ、まだ夜は1体目だぜ。うん。待って、あ、こうちゃん、これ負けたら未来ドン没収ですよ。終わった。あ、効果ありか。甘えちゃおう。あ、マニングキュン、好きすぎ、好きすぎ。キュン、キュン。おいおいおい、もう暴言吐いたろ。はよーい、つぶらな瞳。うーん、かわいいよ、キュンキュンキュン。はぁ、おかしいやろ。うーん、間違いない。ぜんぜんぜん。まあまあまあ、いいやろ。何体倒した今。まだ1体しか倒してない。あれ、おお、あー、こうちゃんの。はぁ、こうちゃんの。でもこうちゃん飛行タイプやから、こうちゃんの方が効果抜群よ。俺、飛行タイプのやつ持ってないべ。え、じゃあ、あれついちゃおう。あれついちゃおう。キュン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 。あ、当たれた？来た。くそー、俺の攻撃当たった。こうちゃん。あ、待って、格闘で抜群やけどね。はははー、忘れとった。一瞬倒してしまった。うわー、じゃあ、あれついちゃおう。キュンキュンキュン、好き好き。残念やったね。うわ、そんな焦ってからええ連打するでよ、こうちゃん。くそ。でも後がないですよ。あれもう弱いやつしか残ってないじゃないですかね、前みたいに。80。マジか、ちゃんと持っとるやん。一応持っとるやん。やけど最初が弱かった。100レベルのあいつ出てきたわけ。マジか、持っとるんかい。
うわ、効果抜群でもこれだけ？あイエーイ。でもまだピンチ。あと何体こうちゃん？あと2体。2体？こいつ4体もおるんやけどな。こいつともう1人最強なやつがおるんや。キンガーか。間違えた、間違えた。あー、ダメだ。イエーイ。ああ、やばい、3体2やん。いけるかも、いけるかも。こいついこうかな、じゃあ。マジ？なんだ。ドクターン。ドクターン。ドータくん。え、クラウンこれ。勝てるかもさ。勝てるかもさ。どこも方言。いけ。なんこいつ。デグレイブ。あ、発言あった。あ、お互いにかな多分。うん。だどっちが素早さが早いかじゃん。早く。うわあ、マジかよ。うお、塞いだ。クソが。いけ、いけ。うわあ。やばいよ、こんちゃん。あと1体ってよ。まあ、それはどうかな。え、何？カイル、何レベルなの？え？何？うわ！ 85？ まあ、この流星群で。言っちゃうんだ。うん。マジか、先！シャクサ！すごい、それはこっちの方が早かった。でも、1体いっちゃう。ラストだ、こうちゃん。最後の最後に圧倒的恐怖というものを見せてやろう。いけーリザードいくやろ、キャングルベッシュ。わかるか、さっき捕まえてきた。マジ最強のリザードンで最強の、いや今一つであえて遊んでやろうかな。大文字今一つ、うんま、最悪、うんま。はい、こうちゃん。また負けた。まあまあまあ、こうちゃん。ん？まあ、泣きの一回って知ってる？うん。こうちゃんが土下座したら、もう一回でチャンスはあると思う。お願い！ありがたい！速攻すりゃいいよ、いいよ。やるじゃん。ちょっとルール変更でじゃん。うん。全部100レベルで統一するやつがあるやん。うん、それだったらレベルの差がないけ、本当のポケモンバトルができるじゃない。うん、できるかもしれない。ランクマッチとかもこういう戦い方らしいんよ。へえー、そのそう、もう泣きの一回ないけね、本当に負けたらミライドンもらうけね。分かった。で、俺が負けたらちゃんと前回の返します。はい、御三家。はい、なんなら俺の御三家もあげるよ。うん、これで勝ったやった。嬉しいやろ。ルール、ポケモンのレベル50にする。うん、ポケモンの数3匹。うん、これにしよう。フラットルール。いや、これはこいつは持ってったで、誰にしよう。どうしよう。よし、勝負だ。勝負だ。本当にもうラスト。うん、絶対勝つ。俺が勝つ。こうちゃんが持ってきたのは多分カイリュウとルカリオとミライドンやろな。うん。当たった。惜しい。惜しい、違うんや。さあ、いえ、呪い。早っ。何で呪いした俺。あれ、もう、あれ、やばい。今、視聴者がみんな思ってます。なんで呪いしたのって。なんで呪いをしたんでしょうね。まあ、これは俺の心の余裕。心の余裕。さあ、いけ、中国産 EV。ニフィアか。え、アタランタ。よっしゃ、アタランタ。くそ。ガッ。でも大丈夫だ。呪われている。マジか。ロイ、ナロイ。さあ、次は誰出すかな。ルカリオかな。うわ、抜群が、おら。まあ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 。お、ここ抜群だ。ナズマドライブ。なんなんこれ、強いの。おお、まあまあ食らうな。うん、これで一撃で倒せ。くんな。うわ、え、負けやんじゃこれ。しゃ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 。やばくね、俺。やばい。勝った。よし、2匹目やったぜ。え？やばい。よし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 。土下座した感があったわ。土下座した感があった？うん。でも最後にドイツを出してくるからね。マジか。6V のリザードン。お、おー、来たか。え、待って、やばいって。耐えて。やったー！耐えて！
ちゃんに。あ、知れなかった、嬉しい。おめでとう。やった。マジか。やった。よし、じゃあそれ約束通り。あとあれ、俺の御三家もあげるよ。よっしゃ。負けちった。こうちゃんに負ける日が来るとはな。やった。あの昔のこと思い出して、あんだけいっぱい泣かされて。ね、泣かされた。ボス一募集で。そうよ。言われて、ついに勝つ時が来たね。やったー。マジか。そして、ルカリオくれるん？うん。え、さっき、あの、戦ったルカリオじゃないよ。あ、いわゆるルカリオね。あの、うん。わーい。よっしゃ、上がったー。わーい。ちゃんと育ててただけ。よっしゃー。帰ってきたー。もう俺がさ、ただポケモンの知識がなかったわ。ちょっと俺がちょっと今度は、勉強してやっていかなきゃな。行こうか。交換する。マジかー。よっしゃ、やっと勝てたぜ。あ、こうちゃん、ん？リザードン取り行くか。取り行こう。うん。俺取れてない、俺取れてない。そう、持ってないやろ。え、100レベルなの最初から。そう。最初から100レベル行く。じゃあ次回の動画はこうちゃんと一緒に、はい、リザードンをゲットしに行きます。イエーイ。頑張りましょう。頑張りましょう。はい。3、2、1、いったー。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた明日。バイバイ。